1913年にヘンリー・フォードが生み出したコンベアを用いた自動車大量生産方式。基本概念は現在も変わっていません。しかし今、自動車業界は100年に一度と言われる変革期を迎え、車作りが大きく変わろうとしています。 EV 車の登場によりギガキャストを含めた新たな発想転換をもたらし、車体を数ブロックに区分けして別々に作り込むという新しい生産プロセスも生まれてきました。これにより塗装を含めた車のものづくりのプロセスが大きく変わっていきます。ブロックごとの製造、それは100年続いた生産技術の新たな幕開けです。本日はそうした車作りのイノベーションに最もミートする塗装プロセスを紹介します。いや、もはや塗装プロセスではなく加色プロセスと呼びたい。それがウェット塗装システムに対抗するドライ加色システムです。ドライ加色システムとは、車の新しい価値創出として外反パネルに加色フィルムを真空圧空成形技術で自動加色するシステムです。従来の塗装ブース、空調機、乾燥炉、塗装ロボット、塗料供給といった重厚長大な設備は一切不要。スコープ1、2における CO2 も大幅削減。クリーンでコンパクトなドライ加色システムは、まさに工場の景色を一変させることのできる革新的な新技術です。ドライ加色システムはフィルムの多機能化により、ウェット塗装では出し得ないあらゆる色彩、質感を表現が可能となります。それは車に新たな価値をもたらす将来につながる技術です。新たな時代、歴史をお客様と共に歩み、常に新たな付加価値の創出に向けて努力を惜しまない未来の空気を守る株式会社大気車。